也也君、はいえー、国民民主党の足立信也ですあのこの法案の質疑、今日しかない予定だったので、全部それやろうと思ったんですが、今までの質疑でちょっと気になることがあるので、コメントっていいますか、ですね送別会との関連をおっしゃる方、いますけれども、これ、全ゲノム解析をして、送別会に出てた人のゲノムとウイルスのですね、それ以外の人の、 あのウイルスのゲノムが違うってことにならないと証明できないわけで、これ不可能だと思います。で、それからですね、あのー、もし仮にこれが関連があるってことになったら、濃厚接触者の定義を全部変えなきゃいけないです、今までやってきた。でそういうことになります。ただね、ただ、クラあのーまあ、去年、大分でもクラスターがまあ出て、病院とかですね、それはやっぱ全員検査してますし、 あ,のある病院ではね、半径1キロ圏内に居住している住民の方、全員やりましたね、ねえ、エイさんで、やっぱりそれぐらいのことが必要です、でそこで、ちょっとあの大臣あの、もちろん通告してないですが、これあの、老人保健課、あるいは老健局は、これ、クラスターと認定されて、クラスター対策班が入ってるんですか。 田村厚生労働大臣あのあの調,査調査中でございますので、ちょっとコメントの方は控えさせていただきます足立信也君あの厚生労働省だけ別扱いっていうのは困ると言ったら、これ、別扱いじゃないですかあの。本気でやるんだったらやるべきだけれども、総別会との関係をいろいろ言うのは、私は無理だと思いますね、まあ、それだけで私のね。 あのでは問題意識、法案に入ります。この国の最大の課題は少子化だと思ってます。で、まあ、の現金給付に関しては、ですね私は3つあると思っていて、あの少子化対策に関連するですね、まあ、出産に関して、出産育児一時金ですよね、で出産手当で、休業手当、育児休業手当ですね、これがあると思ってるんです。で私政務官の時に 出産育児一時金を増額して、妊婦健診を無料にして、そして直接支払いというか、妊婦さん、産婦さんがお金を用意しなくても、保険者から払われるように変えました。で、このことはですね、私、地元で言われたんですが、お金を用意しなくても安心して産めるということで2、2番目、3番目を考えたと、次の子どもを考えたということを言われました。これ、確かにいいことだと思うんです。ただ、ね、その後の後 出産手当、あるいは休業手当、育児休業手当は、雇用保険の範囲じゃないですか、被用者保険の範囲じゃないですか。で、あの今、この国が抱えている問題は、何も被用者保険、雇用保険に入っている人たちだけの問題ではないわけですよ。そういう観点、先ほどね、フリーランスの、田島さんがフリーランスのことをおっしゃいましたが、全就業者で考えると、もっと多いわけです。そこで、まず最初に聞きたいのは、全就業者数で、 雇用者数、そして雇用保険・非保険者数はそれぞれ何万人なのか、えつまりですねで、割合を知りたいわけです、雇用保険・非保険者数、つまりこれは、えー、育児休業給付受けられる人ということですね、この全就業者数に占める割合、あるいは雇用者数に占める割合はどれぐらいなんですか、まずそれをお聞きしたいと思います。田中職業安定局長 労働力調査によりますと、令和三年二月の就業者数は六千六百四十六万人、役員を除く雇用者数は五千六百九万人です。雇用保険業務統計で見た雇用保険被保険者数は、令和三年二月で四千四百三十八万人となっております。これは単純に割って率を出しますと、雇用保険被保険者の占める割合は。全市 全就業者数で見ると66.8%、対役員を除く雇用者数で見ると79.1%ということでございます足立信也君、はい、あの育児休業給付のね、話をしてて、雇用保険ということになると、全就業者の3分の2なんですよ、3分の2の議論だけなんですね。で、これあの、雇用者数で見ても8割弱なんです、2割は無関係なんですね。 で今、世の中はあの、例えば役員と今ありました、あるいは企業を奨励してますねで、国保の方もいらっしゃる、でこれ、夫婦とも起業家っていうのいますよ、若い。で、その人たちは今、議論しているものの範囲外なんですね、これでいいのかっていう話ですよ。では、まあ、私はは私出産には適した あのこれ、生物学的にも年齢があると思います、あ,のあまり高齢ではやはりあの母子ともに良くないと私は思っています、そんな中で、じゃあ20代、30代では先ほどの数値はどれぐらいになるんでしょうか田中職業安定局長。同じく労働力調査によりますと、令和2年3月の就業者数のうち、20代は983万人、30代は1192万人です。 また、役員を除く雇用者数のうち、20代は950万人、30代は1098万人となっておりまして、令和2年3月の雇用保険被保険者数は、20代で740万人、30代は947万人です。これについても単純に割合を計算しますと、雇用保険被保険者の占める割合が、対全就業者数で20代では75.3%、30代では79.4%。 対役員を除く雇用者数で、20代では77.9%、30代では86.2%となりま安達晋也君あの全就業者で占める割合で見ると、やっぱり20代も30代も75%、79%、8割いないじゃないですか。でそれ以外の方っていうのは、この蚊帳の外の,の話なんですね。そこでちょっと詰めていきたいんですが。 私は、この育児休業という仕組みが雇用保険の中の話で終わってはいいとは思わないんですよ。今の問題意識、数でお分かりだと思います。で、そうなったときにね、この雇用保険であくまでもやるんだというのを貫くとすれば、すればですね、労災保険のような特別加入制度もありえますしね、あるいはこれ、雇用保険の範囲だけのも話ではないと、先ほど言いましたように。 2割以上の方、20代、30代でも外れるわけですから、もっと大きな仕組みを考えなきゃいけないと、どのように大臣思いますかね。田村厚生労働大臣あの、まあ、根本的に違うのはですね、えーまあ、言うなれば、労災の特別加入、これ、二加入でありますが、まあ、誰も怪我しようと思って。 まあ働いているわけじゃない中で特別ででリスクを分散すするわけですねで一方で多分育児休業給付の特別加入みたいなものを作るとこれから子どもを産む方々しか対象に入ってこないするとそれで制度設計すると多分その方々の両立はもう異常なほど高くなって保険というものが成り立つのかどうなのかということになってくるので。 ちょっと違う仕組みを考えなきゃちょっと無理なんだろうというふうに私は今あの話を聞きしてて思います。あのまあ、いずれにしても委員がおっしゃられる意味合いは分かるんですがもっと先ほど言われたみたいに広げるとするとこれだけの給付率先ほどもっと上げろというお叱りもいただいたんですけれどもしかしあの、まあ、世界ではそれなりの,あの給付率だと思いますがこれだけのものを確保できて ているというのは実は財源限られている中でまあ、雇用保険のまあ一応これ別環状しましたけれども雇用保険というものがあったからであるというふうに思っておりますでこれをもしあの新たな制度ということになるとそもそも子育て世代に対しての対応になりますので多分 あの今の雇用保険の方もじゃあどうなんだと、それもこちらが新しい施設で持ってくるべきではないのかということ、そういう議論に公平性からなるとなってくると思いますので、それを公費全体でやろうと思うと、今度は国民の皆さんにそれだけの負担というものをお願いをしていかなければならんのだというふうに思います。そこのご理解も含めて、ですねあのそう簡単ではない、難しい議論をしていかなければならないというふうに思います。足立信也君はい 雇用保険の中でではは難しいのではなかかかろうかとそれからもっと大きな話というのは、確かに現実の問題としてね、あの議論する必要があるけど、まあ難しい話だろうということです。で、私はあの2年前にね、先ほど言いました、出産育児一時金と出産手当と育児休業給付があると、出産手当のことを質問しました。これあの、費用者保険では当然、出産手当はあるんですけれども、国民健康保険では、 保険者が条例または規約を定めることによって出産手当金を支給することができるって法律上なってるんですただ全国の市町村国保でこの条例を定めているところがなくて一つもないんです2年前はねで私はその時にこれをま督促というま督促じゃないですね奨励するようなあのことを通知でも連絡でもしたらどうかということを申し上げましたが2年前はゼロでしたで あのじゃあ、今はどうなのかということなんですけれども、現時点ではどうでしょう、ありますか、条例で浜谷保健局長。 答えていたしますあのご指摘のとおりあの、被保者保険では出産のために会社を休み、会社から寄与を受けられない場合に、これも一定期間補填し、生活保障を図る観点から出産手定的金が支給されます。広告につきましても、あのご指摘のとおり、ま、制度上はあの保険者が条例または規約を定めることによりまして、出産手定的金を支給することができることとされております。でこれは広校につきましては、自営業者、無職の方々な,などまあ、多様な就業形態がございますのであの、こういった仕組みになっているところでございますけれども、 まあ実際に条例を定めて、施行を行っている市町村はまあ現在もない状況でございます足立晋也君、はい。そこでね、提案なんですけれども、これあの、今は出産手当の話ですで、条例を作ればいいとなってるんですけれども、それはないと、日本中ないんです、できてない、私は自治体としてはちゃんとやるべきだと思いますけどね。でところが これ国保組合では162あるうちの29が出産手当、支給を行ってますね、じゃあ育業給付はどうなの、育児休業給付はどうなのか、これもね、あの法律上、自治体の条例で市町村国保ができるってやる手もあるし、ですよね、やるべきだと私思いますよ、そしたら手を挙げるところ出てくるかもしれない。それと この育児休業給付については、出産手当と同じように、国保組合で行っているところがあるのかどうか、どうですか浜山保健局長。 お答えいたしますあの医療保険につきましては、あのあの保険給付の対象があの決まっております、まあそういったあの、出産につきましてはあの保険給付の対象でございますけれども、こういったあの育児につきましては保険給付の対象ではございませんので、広告面につきましても、そういった育児給付を行っているところはございません足立晋也君、はいあのまあ。繰り返しになりますね。保険の種類によって やっぱり受けられるものと受けられないもの、今、具体例として出産手当と育児休業給付の話をしましたで。出産手当については条例さえあればできる。だとしたら、まだこの考え方を少し伸ばせばね、対応できるところあるんじゃないかと思いますよ。で実際、今、雇用されているのにあの、市町村国保に入っている方って非常に多いじゃないですか。で、若い企業者も非常に多いじゃないですか。 この人たちが受けられるような仕組みっていうのを考えるべきだと、私は思いますよ。それが、まあ、あの私のまず問題点の,あの認識の一つです。次はですねあの、じゃあ雇用保険でいいでしょう、雇用保険の範囲の話に今回の、えー、法律案になるわけですけど、私の実際一番身近なのは、まあ、ここに何人かもいらっしゃいますが、 やっぱりあの若手医師ですね、でこれ、卒業臨床研修2年っていうのは皆さんご存知だと思います、いろんなところを回ります、それから、そこを過ぎれば先行医となる、でこの19領域の研修を3年以上やるようになる、でここは1つの医療機関ってなってるんです、でもその後サブスペシャリティ領域の専門医を何年かやる、でさらに工事の専門医を目指す。 全部で10年以上そこはね、この選考委員になって、19領域の研修をやる3年以外は、いろんなところ転々とするわけですよ、場所をねで。そうした場合に、この年齢、今申し上げました、大体24、5から10年って考えると、一番出産的利益じゃないですか。今、女性医師、まあ、医学部の入学者、4割以上は女性ですよね。でその人たちが 本当にこの制度を受けることができるのかという観点で質問します。あのこれね、育児休業というものも、それぞれ1年6か月はあの雇用契約が終了するようにならないようにってありますね。で今回、新たにできた出席時育児休業も、8週間プラス6か月、合計8か月の、そこに切れない労働契約ということになってますね。 そうなった場合、先ほど申し上げた10年の中で、7年以上はこう職場を変わる人たちはどういう保障されるのかと、でこれはあのまあ簡単に言うと通算という話になるんだろうけど、じゃあその場合、誰が先に持つのかという話ですよねで。医師会の2年前からアンケートでも通算、労働時間を通算すること自体が反対だというのは結構多かったわけですよ。そんな中で 今度育児休業給付とか、あの出生時育児休業とかを通算でやれんのかという疑問が私は生じるわけです。皆さん、理解していただけると思います。それから政府も兼業を推進してますよね。そこもまあ同じようなもので、ただそれは幅広くなっちゃうので、この,あの医師の養成過程というか、そこだけに絞っていきますけど、まずは労働者への個別の働きかけを義務化しますよね。 先ほどみたいに2か月や3か月で点々とこうしていく場合に、その義務化された労働者への個別の働きかけっていうのは、どの使用者がやるんでしょう、決まってるんですかね。坂口雇用環境均等局長お答え申し上げますあの 今お尋ねの点は、この今回新たに設ける個別の周知等の働きかけということでございますが、今回の措置については、労働者が当該妊娠・出産した旨の申し出を行った時点の使用者が当該労働者に 個別に,個別にあの育児休業制度などの周知をするということとなります。したがってあの、まあ、あのお尋ねの意味でいきますと、あのえー、1年でその雇用が終了してというような場合であったとしても、あの当該労働者があの妊娠、出産したという申し出をされたということにつあのがあれば、 あのやはりこの趣旨とすると、労働者の方に育児休業の制度を知っていただくということが、まずもってはあの目的でございますのであの、対象となる労働者の範囲は特段限定しておりませんので、そういった場合にも、その申し出を出た時点での使用者ということが周知をするということとなります。ただあの、えー、先ほど、議員のご議論の中であったように、あのその段階でではあの育児休業を取得するのか、できるのかどうかというのとはまた別の問題ということになります和田晋也君。 でね、その時点の、出生した時点の使用者、まあ、説明はそうですよ、じゃあ、これから具体的に休業を取る話になるわけですけれども、途中でね、もうかプログラムで、あるいはカリキュラムで変わる予定になっているそれはどうするんだと、それから処遇の問題、A 施設と B 施設で途中で変わる場合、給料が違う、それ67、67%って言われても、処遇はまた違う。 そこの辺の説明、つまり、育児休業給付に関しては、この2年間、あるいは3年間の流れの中で、このその期間の中でね、動きが決まっている、あるいはこうやるというふうになっている人たちは、通算した考え方じゃないと、その都度その都度使用者と労働者の関係が出来上がって、処遇の面、あるいは休業給付金の面も変わってくるというのは、 難しいと思いますよまず処遇に関して休業給付中の移動あるいは施設が変わるそれはどう取り扱うんですか坂口雇用環境均等局長 あのお答え申し上げますあの育児休業を、まあ、の取得できるかどうかという点について、私の方からお答えさせていただきますが、あの先ほどもあの委員の方からご紹介ありましたとおり、有期雇用労働者についてはあの、育児休業について取得要件があるということで、あの今般あの、引き続き雇用された期間が1年以上という要件については、あの緩和をいたしますが、 もう一方の要件でございます、あの子が1歳6ヶ月に達するまでに、あのその労働契約が満了することが明らかでないということについては、あの維持するということでございます、でこの要件がついているあの趣旨については、やはりこの,の,の雇用の継続を図るというのが、まあ、育児休業法の,あの趣旨でございますので。 あの休業することによって、相当程度の雇用の継続が図られるものについて、対象するということでございます。なので、当該、1歳までである育児休業の期間後、一定の期間の,あの雇用継続の見込みがあのない方については、やはりあの対象とできないということで、こういった取得要件が設けられているということで、まあ、あの逆に言うと、ああそういった 方についてまであの当時雇っているその使用者にその育児休業を拒むことができないという形にはなかなかすることができないということでございます。でこのためあの子が1歳6ヶ月にに達するまでに その労働契約が満了することが明らかであるものについては、育児休業の申し出はすることができないということでございます。あの当然、事業主が独自にということは可能でございますけれども、法律上の育児休業の申し出はすることができないということになります安田信也君あの、お分かりのように、悲しい結論でしょ。だからこれ、やっぱり運用の問題でね、この24、5歳から3 0歳、 っていうか、そこら辺のね、ものすごく貴重な時期に、いや、あなたたちは対象外ですよって、もう言われてる話なんですよ。それじゃだめですよ。うん、あの <laughs> という、まあ、こういう話をすると、もともこもないかもしれないけど、まあ,あ、雇用保険法の改正案ということでね、それはまあ、一歩前進だと思いますけど、そこら辺に大きな、 全就業者から見ると、2割以上の人たちが抱えている大きな問題があるということなんですよ。ここ、ぜひ、あの、坂口さんも今、下を向いて小声で答えてましたけど、これ、大きく議論すべきだと思いますよ。えじゃあ、ちょっとそこの問題点、指摘先ほど、あの、田島さんがですね、少子化対策としての、その、育児時間が長いと、第2子、第3子につながるという話がありましたね。で、私は実際知りたいのはですね、 これは育児休業、男性の育児休業の取得が第二子へつながった、あるいは第二子の場合にとったら、第三子へつ,つながったというような調査はあるんですか、ダイレクトに。坂口雇用環境均等局長。 答え申し上げますあの先ほどあのご紹介したような、その夫の休日等の,その家事・育児時間が長いということと、第2子以降の出生割合ということについての相関関係はございますが、今、委員お尋ねのような、あの男性等の,その育児休業の取得と、第2子、第3子への影響ということについて、あの直接その環境調査というものはあのございませ足立晋也君。はい あのぜひ調べてもらいたい、それに対するあの答えを今、大臣に聞きたいと思いますが、まあ、これ、時間の関係でも最後ですけど、まあ、この流れ、今回、石橋理事をはじめとして、本当にこの流れで育児休暇が取れるんだろうかという問題あの,の指摘がありました。例えば先ほど私が挙げた業種のような場合の、これ、時間外労働時間あ労働あ、時間外労働時間の時もそうだったんですよね、猶予とか。 あの設けましたですよねさらに検討を加えるとか、そういうことも必要になってくるかもしれませんよ、場合によっては、そ,れその点と、先ほどのこの調査、実際に取得が第2子、あるいは第3次につながってるかっていうのをきちっとや,れるかやるかどうか、そこの答えだけもらえませんか。田村厚生労働大臣あのー まず一番初めに医師の陽性家程の話の育児休暇といいますかその出産時育児休暇も含めてなんですが。 これはちょっとですね、医師の養成過程をどう見るかっていうことから考えていかないと、多分この制度をいじるっていうことの中ではなかなか難しいということだというふうに思いますので、あの非常に大きなあこれは議論になろうと思いますけれども、あの委員の問題意識といた,いたしましては、我々もあも認識させていただきました。それからですねあの 猶予期間ってちょっと何の猶予期間をおっしゃっておられるのかちょっとよくつぶさに私理解できていないんですけれどもあの調査に関してはですね、まあ、推測からすると育児休業を取れば育児休暇育児休業すれば家庭のことを まあするであろうということで、因果関係はある程度分かるんですが、ただ取っただけで本当に、取っただけの育児休業じゃ全く意味がないので、そこはそうならないようにしてまいりたいと思います、調査に関しては、果たしてその中身まで含めてやれるのかどうなのか、ちょっとあの制度設計自体、私もよくまだ分かっていませんが、その調査というものも、一つどういう形であるのか、勉強させていただきたいというふうに思います田信也君、はい最後にします。 私はあの少子化というのが一番の問題だと思って、今日議論を進めてきたんですけどね、休業とか給付、も確かに大事だと思いますけど、例えば私の後輩の夫婦でこういう例があります。しばらくお子さんできませんでした、そしてアメリカに留学しました、アメリカに留学すると制度の面もいろいろあるし、お子さんができること、結構多いんですね。 でででもできませんでしたところが日本に帰ってきて沖縄で就職したらお子さんができました10年以上たってこれは何が違うんだろうって聞いたら周りがみんな喜んでくれるということなんですお子さんができたらでそういうことそういう周りの雰囲気も含めてですねお子さんが生まれることに対する周りの温かい目 というようなことが、実は一番大きな少子化対策ではないかと私は思っておりますので、まあ、そのことを申し上げて質問を終わります。